はい、おはようございます。おそらく、今日の動画が、年内最後の動画になると思います。1月から始めたこのチャンネルですが、少なからずとも、この動画を見ていただいて、チャンネル登録してくださっている皆様、本当にありがとうございました。今日は、神奈川県リーグ2部最終節、はやぶさイレブンさんとの試合になります。最終戦にしてグループ首位の相手とやることになりました。まあはやぶさイレブンさん、まあ皆さん知っての通り、まあ元 J リーガーもいますし、 J リーガーじゃなくても有名な選手たくさんいます。本当にまあ穴がなくて、もう本当今日の試合はかなり、まあ、厳しい試合になるとは思うんですけど、まあ、自分たちも、まあ、この1年間本当にやれることはやってきたかなって。まあ先週川崎フロンターレと、大分トリニータの天皇杯の準決勝があって、まあ、前評判はやっぱりフロンターレが勝つと思われるっていうのがあったと思うんですけど、本当に大分の方はタイに耐えて、まあ、1点取られたけど1点取り返して PK で勝ったっていう試合がやっぱり自分の中でもかなりすごい響くものがあって、本当にこう自分たちの力を発揮すれば戦えない相手じゃないなって思ってます。まあ、しかもその大分の、同点に追いついたアシストもまた後輩の下田北斗選手が、まあ、本当にいいクロス上げて、まあ、同点に追いついてっていうところで、そこでもすごい勇気もらいましたし、やっぱ大分のチームのやっぱり気迫がすごいなと思って、うちもそういうチームワークだったり気迫のあるいいチームだと思ってるんで、最終戦にしっかり戦っていきたいと思います。今日の会場は、カモメパークになります。向かっていきます。調子いいね。最高っすね。期待です今日。みんないい感じだね。ユーチューバーや。やかましいユーチューバー。水島には負ける。やかましさは。やかましさ、ね。Thank you.
ナイスケー、ナお疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ元気じゃん。確かに大丈夫、まあ、やりきったかなって感じがしますけど。やりきったね。失点がセットプレーだったんで。いやそうね、悔しかったね。やっとやっぱ血が血がダバダバ出た、マジで。え、そんなガッツリ出た？結構出た。いや、あ、俺も出てるんですよ、血。ここ、ここ見当たりません。汗も見当たりません。いやでもマジでやばかった、本当に。いや今シーズンとりあえずお疲れさんです。はい、本当にあのフルタイム、全試合フルタイム出ました。さすがです、本当に鉄人。今日も合わせて。よくやった。頑張りました。よくやったよ。だからでちょっと今日交代したくなかった。なるほどね、やりきりたかった、ね。まあ僕が出したらあのセットプレーで間違いなく点入ってましたけど。そういうのいいから。はい、いや。ありがとうございました。いやもうやりきりました。ちょっとこれちょっと病院行きます。はい。頑張って、まあ多分縫うかもしれないですが、気をつけてください。縫うかもしれないです。はい、お疲れ様でした。今日の試合は、0対3で、負けてしまいました。そして、今シーズンの、試合、全試合終了いたしました。見ていただいた方々本当にありがとうございました。会場にも、直接足を運んでいただいて、あの見に来てくださった方々本当にありがとうございます。試合終わってから、まあ、声かけていただいたりとか、あの連絡いただいたりとか、すごく嬉しかったです。まあ、今日の試合に関して言うと、まあ、やっぱり、まあ、すごく、まあ、上手い選手やっぱり多かったのは分かっていたんですけど、力の差を、まあ、感じました。力の差を感じた部分もあったんですけど、通用する部分もすごいあるなと思って、まあ、それがこうチームとしてもそうだし、個人としてももちろんもっとこう詰めていかなきゃいけない部分もあるんですけど、やれるところはやれるなっていうところを、まあ、実感できたんで、公式戦でこういうの味わえるのすごいいいことだなって思いました。はやぶさイレブンさん、ありがとうございました。まあ、個人的にはスタメン出場は、4試合ありまして、そのうち、まあ、勝敗としては、2勝2敗っていうことで、まあやっぱり結果を求めるともっと勝たなきゃいけないなっていうところでした。まあ、もっとこう存在感のある選手になって来季はもっと活躍したいなと思います。まあ、藤沢市リーグの方はシーズンまだ終わってないんで、まあ、本当に県リーグが中断してる間もあの市リーグのおかげで、まあ、コンディションが維持できるかなと思うんで、年明けすぐ藤沢市リーグの方が入ってくるので、まあ、そこに向けてまた調整していきたいと思います。いや本当にあの動画の最初でも言いましたけど、今年から始めたこのチャンネル、あの見ていただきまして本当にありがとうございました。まあ、伸びてる動画も伸びてない動画もありますけど、これからも、ゆったりと続けていきたいと思いますので、来年もよろしくお願いします。興味ある方はぜひ髪も切りに来てみてください。ではまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。